それでは今回の動画では塩の検証を、していきたいと思います。で、塩の効果って主に3つ、言われてて、1つが味をつけるため、で、もう1つがグルテンを引き締めるため、で、3つ目がイーストの、発酵を制限するため、発酵しすぎを防ぐっていうような3つの役割があるって言われてるんですけども、実際にお塩の量変えて作ってみたらどういう変化があるのかっていうことを今回の動画で検証していきたいと思います。で、まず1つ目がこちら、全くお塩が入らない、生地です。で、これがレシピ通りだいたいベーカーズパーセント 1% の、お塩を使った生地、あとはこちら 10% のお塩を使った生地ですね。 100g の粉に対して 10g のお塩を使ってます。だいぶしょっぱいと思いますけれども、ね、差を大きく出すためにこの配合で今日は3つ作り分けて、動画を撮っていきたいと思います。はい、それではまず生地から作っていきたいと思います。作る生地、こちらお塩の入ってない生地からやっていきます。こね方の違いとかもぜひ見てみてください。温めたお水をイーストめがけて一気に入れてあげます。水は粉の量に対して 70% 量入ってます。今回お塩以外の材料は全部同じで揃えてやってます。じゃあこねていきます。生地まとまってきたのでバター加えてこねていきます。こねていてなんとなく弾力が弱いような気がしますね。バターもちなみに今回は無塩のバターを使ってます。それでは生地がまとまってきたのでこれは箱に入れていきます。何も入ってないのを黄色にしておきますね。発酵前の大きさがこのくらいの大きさです。次の生地はレシピ通りの配合の、生地になります。この生地は塩 1% しか入ってないんですけど、さっきの、塩の全くなしの生地と比べるとやっぱり弾力がありますね。生地自体に伸びて、かつその縮む力っていうのも強く感じます。はい、それでは生地まとまってきたのでこちらも発酵させていきます。最後こちらが、塩分量 10% の塩が多すぎる生地をこねていきたいと思います。この段階すでに硬いですね。なんかボソボソしてる感じがします。バター加えていきたいと思います。ここまでこねてみて分かったんですけど、お塩ってグルテンを結びつきやすくするっていう性質を持ってるんですけども、全然グルテンが結びつかないですね。やってても全然途中でブツブツちぎれちゃうんですよね。多分グルテンできる条件って、小麦にお水加えて圧力を加えるとグルテンできるんですけれども、そのお水を加えた段階で塩がお水を脱水してしまうので、多分それでグルテンができにくいんだと思います。はい、こね上がってはないんですけれども一応まとまったので、ね、これ以上やっても変化なさそうなので発酵できます。塩の脱水作用でやっぱ表面が水っぽくしっとりとしてますよね。はい、発酵前このくらいの大きさですね。それでは発酵が終わった生地ですね。こちらがお塩なしの生地ですね。で、こちらがお塩がレシピ通りに入った生地、こちらがお塩たくさん入れた生地、こちら全然発酵してないですね。で、パッとわかる見た目の違いは、こちらの塩なしの生地は結構丸くぷっくり膨らんでます。こっちと比べてみてね、もうはっきりとこっちの方が大きいってわかりますよね。あとはこちらお塩たっぷり入れた 10% 入れた生地はこね上げた時からもうほとんど状況が変わってないですね。お塩が入りすぎると水分を奪ってしまってイーストが発酵できなくなってしまうっていうことが言えます。で、この後分割して大きさ整えた後に焼く準備していきます。生地の丸め直しが終わりました。で、こちらから、お塩使ってない生地、お塩、レシピ通りの生地、あとお塩、たくさん入れた生地ですね。で、生地の表面見てもらいたいんですけれども、塩の入ってない生地は少しボツボツ感があるような感じがします。適正量入れた生地の方が、
張りがあってツヤがあります。塩いっぱい入れた生地はもう弾力なく、紙粘土みたいな感じで弾力がない生地になってます。では二次発酵させて、二次発酵あったら焼いていきます。はい、こちらが二次発酵あった生地ですね。二次発酵させたので一回り大きさは膨らんでます。でこちらがお塩入ってない生地、ちょっとボツボツ感ありますね。こちらがお塩、適正量入ってる生地、やっぱりつるんと滑らかで光沢があって張りがありそうなね、きめの細やかな生地に仕上がってます。でこれお塩たくさん入れた生地ですね。多分もう一度働いてないんじゃないかぐらい大きさが変わってないです、ね、一応焼いてみるまでねわからないので、この、ね、3種類を焼いていきたいと思います。ちなみにね、平置きしたパン手前がお塩なしで、こっちが、適正量のお塩、お塩多すぎる生地ね。それでは焼いていきます。はい、それでは焼き上がりました。こちらからお塩なし、お塩が適正、お塩が多すぎる生地になってます。本当はもっと冷めてからの方がいいんですけれども、一応中ね切って断面見てみましょうか。はい、ちょっと比べてみましょうか。こちらがお塩の入ってないパンの断面、こちらがお塩入れたパンの断面、よく見てみるとこっちの方が、目が詰まってるような感じします。それどちらかというとボツボツと大きな気泡ができているの分かります。味見ていきますね。塩の入ってない生地です。はい、で今回結果まとめてみると、お塩の入らない生地は膨らんでパンはできます。でもできるけれども、お塩の味が全然しないから味がぼやけてしまって、パンの旨味、味としてはあんまり美味しくないパンに仕上がります。それに比べて、ね、お塩しっかり入ってた方が生地も引き締まってもっちり感もありますし、あとはパンに程よく塩味がついてるので美味しさっていうのもしっかりあります。でお塩多すぎるとこれ何が起きるかっていうと、イーストを発酵させるときにもう水分を全部奪っちゃうんですよね、お塩が。なのでイースト発酵をほとんどしなくなります。発酵しないから目が詰まった生地になってしまって、味もしょっぱくて全然食べられないです。はい、皆さん今回も動画を見ていただいてありがとうございます。今日の動画はいかがでしたでしょうか。勉強になったなとか面白かったなって思った人、ぜひ、高評価、あとはチャンネルの登録をよろしくお願いします。他の、パンのレシピとか動画も上げてますので、そちらもぜひ参考にしてほしいと思います。今日も見ていただいてどうもありがとうございます。それでは失礼します。